ていきなりそう押し付けて意味ないのをなくしたの。それが僕だけの個性だとしても今人の前気にしてばかりのバカ、誰が僕を見てるっていうの。後悔すればいいんだ。君がそれを軽蔑したとしても動かなくなるよりは悪くないじゃん。それは違う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 の。上も下もわからないままこのまま自分気ままなトークで噂をしても本当に言いたいことは伝わらないよね。わかってないよね。まだ諦めたわけではないけど我が乱れることに懸念はないや。窓から見える景色に期待なんてなんてブラインドしてたんだ。風が吹いたっても生涯に思ってるより悪くないじゃん。ほら怖い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 よ。誰かといることは嫌じゃないけど、ただ大層笑い見れば人が出るの。今今感情のままに選んだって叫んで恥を捨てればいいんだ。君がそれを毛ひらしたとしても自己嫌悪を強いのは悪くないじゃん。ほら